あの大丈夫、昨日ほどは緊張しないんで、もう昨日は緊張でも死んでたんですけど、今日はねちゃんとね、昨日夜サウナに行ってねリラックスしたんで心が落ち着いてます。さあ楽しんでやるぞ。さあ赤まずさんのに教えてもらった直伝のね品格でいますよ。で、特別鬼没で、衣装は絶対これ限定UR 衣装なんて使わん、僕はこれだ、限定UR 衣装使えるけど僕はこいつなんだ、この可愛いモムシャなんだ、僕には愛おしい愛おしい触覚、愛おしい肌のシミ、背中にあるハートの色のシミ、もう萌え萌えキュン、全世界のみんなを萌え萌えキュンにしてやる、バルクにメロメロにさせてさせるぞ。まあでもいつも通りやろう。よし、あ、骨董商はむしろ寄ってきてくれている。切れちゃったけど大丈夫、落ち着いて落ち着いて、よーい、一発入ったよ。はいはいはい、移動してる。あ、でも閉じ込められてるね、ラッキーラッキーラッキー。あ、これでも落ち着いていこうね、大丈夫大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫、うんうんうん、そうだよ、ここはターゲットチェンジ、当たらない。入らない、落ち着いて落ち着いて、まあどうしようかな、奥には逃げられる、熱っ、あ、ここはついていこう。大丈夫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 、ここでね落ち着くことが大事。元気だね、ラッキーラッキーラッキー、これをチャンスと捉えよう。まあ大丈夫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 、オッケー、落ち着いて落ち着いて、踊り子、いや骨董商か、なるほど、占い師を倒しに行こう。大丈夫大丈夫、ラウンド取れば何でもいいんだから。明治、ここにいっぱいいる、
取れる。閉じ込めて、閉じ込めなくても大丈夫。落ち着いてフライフールだけ警戒して、これ強襲でもいい、どっちでもいい。 OK、 よし、ターン取れた。さあ、ここから、ここから、ここから僕のターンはここからです。あの取って、で全員負傷してるから、あ、そう、ちょっともう落ち着いて手術やっていけば大丈夫。で多分立て直しをどっかでしてるから、それを叩ければ最高。うん、叩きしたね。まあまあ大丈夫大丈夫、焦る必要は全くない。うん、大丈夫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 だよ大丈夫だよ。通らないし、ほんとにいいからね。大丈夫、 OK、 よし、落ち着いていこう。でしっかりと釣って、どんどん釣り替え釣り替え、で絶対立て直してるから、それが叩ければ美味しい。今年は起き上がった、チャンス。交渉が来てる。OK、 よし、じゃあ救助ができた。真ん中回してる、二人と守る。 OK、 よし、守った守った守った。あと教授だけ警戒だね。教授のブロック、チューンだけ警戒。私、起死回生が開けないように持ち上げて、OK、 よし、で真ん中守って、 OK、 真ん中守って強襲で OK、 すり返して、よし。で、骨董車も、ワンチャン起死回生耐えてるし、何にも焦る必要ない。赤守りながら、どん釣りをやっていきましょう。あ、しかもね、これ残り1人、残り1人か。はい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 。4釣りしたいから、ここはちょっと、まあ、とりあえず飛ぶまで待とうか。飛ぶまで待とう。あと、索敵、ブーっていった、おー、見つけた、あっつ、これはちょっと興奮が、興奮しちゃうな、ちょっと、興奮しちゃったな。待ってね、どうしようかな。一応、立てないよう、立っても大丈夫なように、守りはしつつ、ハッチだよな、問題は。あ、とりあえず、飛ぶまで面倒は絶対見る。救助は絶対させない。コット車捕まえた。で、あと問題はね、踊り子の場所、踊り子がどこにいるかを見つけることができれば4釣りができるかもしれない。おっと、みんなりがしている。やべ、えぐい。いやー、それは苦手だな。これちょっと苦手、苦手です、それ。くえー、どうしよっかな。どうしたら4釣りできるかな。うん、踊り子の場所がね、全く分からないんですよ。あ、身なりするね。あっ、痛い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 、よし、これで終わり。はい、これで終わり。やった、四つりだ。よし、待って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 、やった、いやー、もう嬉しい。もう昨日いっぱい迷惑かけたから、うわー、やったー。
マジで嬉しい。うわありがとう、カブさんみんなありがとう。やったー、わーマジかー。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。